サンビームス、ボーカルギターアメチでーすピカーというわけで、今日はですね、僕があの、小学校の時にえ買ったカセットテープ。えっと、ま、言うたら生まれて初めてえー買ったアーティストの音楽の入ったカセットテープですね。そちらを紹介したいと思います。で、僕が買ったのはですね、あの、こちら。えっと、スーパーヒット20っていうね、こういうオムニバス形式になったやつで、まあ、あの、単体のね、アーティストのアルバムとかシングルとかではないんですよね。うん。 こちら写真を見ていただくと、えー、チェッカーズ、アルフィ、井上陽水さん、安全地帯、で、岡田幸子さんじゃない、堀ちえみさん、岡田幸子さん、えー、という感じで順番で並んでいます。まあ、岡田幸子さんはね、あのー、当時、あのー、自らで、あのー、ね、あのー、お命を、えー、お立ちになられて、すごく衝撃的なニュースだったという記憶なんですけども、まああの、えー、このアーティスト以外にもですね、あの、いろいろ、まあ曲が全部で20入ってるんですよね。うん。 で、まぁ、あ、ちょっと見ていくと、えー、まあさっき,さっきのやたアルフィーね。えー、アルフィーのシンデレラは眠れない。ダらららシンデレラってね、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 ね。雨の日はアンブレラとか <laughs>、してますかね。うん。っていうのが入ってて、チェッカーズは、あの子と、スキャンダル、プールサイドでウォウウォーウォウっていうやつが入っています。 で、それから、えっ、ー、と、僕がね、これあの、買うのに目当てだったのは、このチェッカーズと、あとあの、トムキャットっていうグループがいたんですけども、皆さんご存知ですかね。あの、有名なところは、あの、北斗の県のね、テーマ曲のタフボーイ。あの、えー、京はまさに生き松とか、あの、タフボーイ、タフボーイとかあの曲ですね。あの曲を、えー、 演奏していた、あの、まあ、作曲演奏していたのはトムキャットなんですけども、トムキャットの絵、ね、で多分こうデビュー曲なんですけども、えー、ふられ気分でロックンロールっていう曲があります。これがね、入ってて、えー、僕はこのチェッカーズとこのトムキャットのこの曲が、聞きだくでもともと買ったという感じですね。で、それ以外では安全したい恋の予感。これは、え、なぜ、なぜ、あなたはっていう曲なんですけどね。

で、それから、南光節さん、めぐる春。ま、これはちょっと、どうなんだろう。有名な曲なのかな。うん、あれなんですけど。え、それから、アルフィーがね、もう一曲入ってて、星空のディスタンス。ダダダーン、ダーン、ダダ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 ンってわかりますか星空の下のディスタンスとかいう曲なんですけね。で、それから、チッカーズがもう一回入ってます。え、これは、えっと、この曲は、ジュリアにハートブレイク。 え、ャてなちゃん、てて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 て、キャンドル、ててて、ライトな、ててて、ガラスのピアスにはじけてにいじむって言って、まあ、多分この80年代を生きてきた人なら知らない人はいないだろうという曲ですね。はい、ジュリアにハートブレイク。それから安全地帯のワインレッドの心。え、どんな、どんな歌い出しちゃったかな ぬぬそうるるな、あ、壊れそうな思い出を、そっと抱きしめるより、捨ててしまえば、揺れそれ燃えそうなワインレッドの、っていう曲ですね。うん。<laughs> なんかちょっと一瞬忘れてましたけども。それから、えっ、ー、と、井上陽水さん、いっそセレナーデという曲ですね。甘い口、 いい思い出 <laughs> あの、あんまりうまいこと真似できないですけどね。うん。という曲ですね。で、で、これ、B、それが今までが A 面。で、B 面が、えっ、ー、と、堀ちえみさんの曲です。堀ちえみさんがアイドルだった頃のね、曲で、リボンという曲なんですけど、あの子がくれた、ハンカチなんか、今すぐ、 今、ここです、で、ちゃって、っていう曲なんですけどね。はい。<laughs> で、岡田由紀子さんの二人だけの、二人だけのセレモニーという曲が入ってて。で、次がね、これも結構流行った曲。えー、風見慎吾さんの、えー、涙の低下チャンス。涙の低下チャンス、低下チャンス。なななななとかいう曲ね。ちょっと歌詞忘れましたけど。これ流行りましたよね。ブレイクダンスがすごく、えー、流行ったという時のやつですね。 それから、えっ、ー、と、斉藤由紀さんの卒業。制服の胸のボタンを下級生たちに奪われってね、えー、いう感じですよね。うん。卒業しきれ泣かないと冷たい人と言われそうとか。まあ、斉藤由紀さんで言えば、あの、てめラら許せねえとか言ってね、えー、スケパンデカとかやってましたけども、まあ、そんな曲が入ってます。 それから、えっ、ー、と、わらべの時計を止めてっていう曲で、これはね、わらべはしてても時計を止めてはちょっとマイナーな曲だな、というところですね。わらべといえば、あの、あれですね、メダカの兄弟は、あー川の中とかいう曲ね。うん。あれがわらべだと思うんですけども、まあ、時計を止めてという曲が入ってます。それから、森尾由美さんのだからタッチミーっていう曲ね。これはも,もうちょっとマイナーですね。 で、おかわりシスターズ、素顔にキスしてっていう曲が入ってるんですけど、これも全く覚えてないですね。どんな曲か。で、えっ、ー、と、もう一回岡田幸子さんが入ってて、えー、恋始めましてという曲ですね。で、堀千恵美さんのクレイジーラブ。これもちょっと曲覚えてないですね。うん。で、それから一番最後はね、岩崎よしみさんのタッチ。こうね、有名どころがここ最後にね、入ってきています。呼吸を止めて一秒を洗った真剣な目をしたから、タッチ。 タッチここにタッチあなたから足してを伸ばして受け取ってよっていうやつですね。うん。っていうのが全20曲入ってるやつね。えー、僕はあの当時これを、えー、擦り切れるほど聴、えー、いてですね。まあ、ここから僕が、えー、音楽というものと、えー、ま、いろいろ深く付き合うというきっかけになったというテープでございます。はい。えー、今日はですね、えっ、ー、と、この中から 僕がこのテープを買うきっかけになったアーティストであるトムキャットのフラレ気分でロックンロールを弾き語りでやっていきたいと思います。ちょっとね、えっ、ー、と、テンポをアップして、えー、まあ、アベッチバージョンという感じになるんですけども、結構ね、歌詞をね、えっ、ー、と、覚えてて未だに、一番はね、あの、普通に空で歌えるっていうのをね、ちょっとやってみて確認したんですけど、まあ、歌ってみたいと思います。じゃあ、行きまーす。

何も知らないね夜はしたたかだね涙も嘘も出てきやしないソンソクソンソクミュージックソンソクソンソクミュージック息のなナンバー聞かせてもった。かがロケンロ誰のロケンロュチュチュチュイラリズムに合わせてバカにた恋を笑う はい、ありがとうございます。はい、なんかね、ちょっと久々に歌いましたけども、なんかすごいね、えー、懐かしい気分になりました。はい、えー、いうことで、えー、今日は、えー、こちらですね。 え僕が小学校の時に初めて買ったアーティストの入っているカセットテープを紹介させていただきました。また、あのー、次の動画でお会いしましょう。またこういう話とかもね、いろいろしていきたいと思います。はい。ではまた次の動画で、アベッでした。バイバイ。